少しアルコールについてはこれまで何回かお話ししてますけれども、タンパク合成を低下させてしまうという問題がありますので、特にトレーニング後のアルコールは控えるようにした方がいいです。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回はですね、バルクアップのためにやめたことというテーマでお話をしたいと思います。私自身はですね、比較的バルクアップはしやすかったので、あんまりこれを我慢したとかいう記憶は実はそれほどないんですね。実際に我慢とは言ってもバルクアップがもうとにかく私にとって一番プライオリティっていうの高い優先目標でしたので、筋肥大できるのであれば他のことは別にまあ我慢というまでもない、そんなにやりたくもないというような感じがあったんですね。そしてまあ自分の場合結構消化能力も若い頃、まあ今もそうですけどそこそこある方でしたので、例えばバルクアップのためにちゃんとしたものをいっぱい食べなければいけない、ジャンクフードを食べると消化が悪くなってお腹がいっぱいになってちゃんとしたのが食べられないということも結構あると思うんですけれども、私の場合、まあ、普通にハンバーグとか食べてもすぐにお腹が空くタイプ、それほど苦労しなかったということがあるんですが、そのあたりですね、今武田子さんからにバルクアップ苦労して成功させてきているんですけれども、食事面でどうでしょう、バルクアップでなんか辛かったこと、逆にこれは我慢してるというようなことはあるでしょうか。辛いのはやっぱり一応は朝のステーキはやっぱり大変だなっていうのは今でも思ってますけど、あとはそうですね、あのジャンクフードに関して言うと、もともとはその食べたいとかっていう気持ちもありましたし、逆に手っ取り早くで手を出してたこともあるんですけど、最近はもう本当におやつをそもそも食べたいっていうか、どん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 今なくなってきたなっていう変化が一つと、たまに変なジャンクフードとか菓子パンとかを食べて、確かに次の数時間後とかにちょっと胃の調子がうんとか、次の食事でうんって思うことが出てきたので、そこが最近あ逆にマイナスなことしてたなっていう発見で増えてきたかなと思います。いや結構ちゃんとしたもの、まあ、朝からステーキとかしっかり食べておくと、ジャンクフードとかへの欲求も自然に減ってきたって感じでしょうか。ないですね。一回ちょっと実験的にっていう感じで、あの昔は本当にマクドナルド大好きでしたので行ってたんですけど、年明けに1回だけ試しに行ってみようと思ったら、全く体が寄せ付けず、ほぼ全部残して帰りました。そのジャンクフード体が寄せ付けないっていうのは、まあいろいろあるんですけれども、一つには多分油ですね、うん、体にあんまり良くない油について拒否反応を自然に起こしてしまうということがあるのではないかと思います。だから逆にちゃんとした、まあ食材油を使って自分でハンバーガーを作るとかでしたら問題ないですね。朝ステーキの代わりに朝パンとハンバーグとか、まあ、ご飯ハンバーグロコモコみたいな感じでもいいんですけれども、そういうものを朝食べるとジャンクフードを食べる欲求も満たせますし、十分に栄養も取れるというような感じでですね、もう非常に食材の選択肢が今はとても良くなってます。結構安くいいものが買えるようになってますから、そのあたりはもう工夫次第だと思います。いや食事の次にですね、まあ、プライベートというか遊ぶのを控えた、トレーニングのためにデートしないとかそういうことについて、皆さんかなり武田子さんの現状についていろいろ聞きたいのではないかと思いますので、今日はですね、まあ、バレンタイン周辺ということもありまして、いろいろ掘り下げて聞いてみたいと思います。バレンタインですが、どうでしょう、何かもらえそうな雰囲気はありそうでしょうか。どうなんですかね、まあ、あの去年よりはお声掛けはいただいているようです。まあ、バルクさんの方から、はい、あのそういうコメントが来てたよっていうのはちょっと報告は受けてます。まあ、問題はもらってからどうするか。はい、そうですね。どういう人からもらったのか分かれば、そこでどのように対応するかをですね、こちらの YouTube でも追いかけていきたいなと思っているんですけれども、はい、まあ、その後どうなるのか、ホワイトデーに何をお返しするのかということも、まあ、この場でですね、いろいろと、まあ、事前に言ってしまいますとその人にとって分かってしまいますから、終わってからのネタバレという感じにしたいと思うんですけれども、はい、そのあたりもちょっと皆さんですね、ホワイトデーのお返し、こういったものがいいですよ、チョコレートプロテインでお返ししちゃダメですよとか、そういったですね、コメントも入れていただければと。それいいですね、コメント欄でじゃあ書いていただいてアドバイスをもらえればと思います。逆にですね、今までどんなお返しをしてましたか。あれ、これバルカップ書きありますか。お返ししてきたもの、あんまりそもそも僕もらったことが未だなくなので、だいたいいつも学校のお友達とか近所 の、 あの年の近いお友達とかが多いんですけど、基本はお菓子とかで多分返してたかな。すいません、最近全然こういうところから離れておりました。まあじゃあ、バレンタインについてはまたちょっと別にですね、はい、しっかりと掘り下げるとしまして、
例えばデートで、私前にちょっとディズニーランドでプロテイン飲んでどうたらこうたらって話をしたこともあったんですけれども、はい、なんかデート中にちょっと栄養補給だとか、あるいはデートに行く場所で、まあ、ちょっと体作りに悪いようなところに行ったりとか、全然食べられないようなですね、例えば、まあ、登山とかだともう全然食べられたりできないですよね、はい、まあ、そうした何か面白いエピソードはありますか？先生のディズニーでいうと、僕映画館で多分大学入ってすぐぐらいなんですけど、プロテインどうしても飲みたくて、ポップコーンでトースター摂取できるじゃないですか、でもなんかタンパク質で脂っこいものを食べたくなくて、あのバカですね、プロテインシェイカーがっつりシャカ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 ってやって、すごく怒られたことが1回ありました。それは映画館の人ではなく彼女にですか、怒られたの？彼女はすごく嫌な顔をし、両側の前と後ろの方々から本気で怒られました、うるさいと。それまさか映画の途中でですか？そうですね、それはダメですよね。しかもスプリングが入ったやつですね。ご迷惑おかけいたしました。まあ、昔はですね、そんなに映画館内での飲食に、まあ、うるさくなかったというか、うん、20年ぐらい前だと、まあ、プロテインを、まあ、上映前ですね、に前とか上映後に飲んでいた記憶はかなりあります。それでそんなに言われたことはなかったので、まあ、最近になってそのあたりかなり厳しくなってきたのかなとは思うんですけれども、どちらにしろ上映中はダメですよね。まあ、例えば EA を溶かしたドリンクをちょこちょこ飲むとか、 そうですね、それぐらいだったら、あ、でも持ち込みがダメなんですかね、今は。どうなんだろう。あ、でも最近はお店によっては、それこそカラオケ屋さんとかもそうですけど、持ち込み自体も厳しくなったかもしれないですね。まあ、なかなかそうですね、持ち込みが難しくなるとなると、プロテインとか EA をデート中に飲むというのが難しくなってくる、はい、ですので、そういう時にどうするかなんですが、まあ、それはもう、彼女と食事をする時、はい、何を食べるかですね、はい、できればステーキとかですね、焼肉とか、そういったところに行きたいとは思うんですけれども、まあ、ちょっと今日は何のテーマを話しているのかよく分からなくなってきてしまったんですが、バルカップです。まあ、そのために、例えば睡眠が、まあ、彼女がいるとうまく取れない。はい、ということはどうだったでしょうか。どっちかというと速攻寝るタイプです、ね、速攻寝るタイプ。でも、あの、確かに夜遊びではないんですけど、夜の何時以降を例えば予定を入れるとか遊びに行くっていうのはもう本当にこの半年ぐらいでガラッとなくなりましたね。それは彼女がいたとしてもでしょうか。はい、はい、例えば彼女がいてなかなかうまく食事だとか睡眠が、はい、計画通りに取れないということはあると思うんですけれども、その範囲内でなんとかうまくやっていくということで何かありますか。例えば今はプロテインバーなんかもいいものはありますし、 あとはコンビニでの食材がかなりいろいろとありますので、そうしたものをうまく利用していくとそれほど不自由はないのではないかと思います。あと何か変わったこととかありますか。バルクアップを始めてからこれまでと生活リズムとして変わってきたような。すごい情けないお話なんですけど、活動量を減らせっていうアドバイスをいただいた後から僕ほぼ階段使ってないです今。仕事中って立ちっぱなしですか、ずっと。あの、仕事中も最近座るようにしてます。私もですね、パーソナルトレーナー始めた頃ずっと、まあ、現役ボディビルダーとして現役だったので、まあ、トレーニング教えてる人がやっている時にはこう見ながらちゃんとチェックしてるんですけど、インターバルの間はもう2人とも座ってちょっと雑談したというような感じがとても多かったですね。まあ、今外排用型の人はあまりできるだけ日常生活でカロリーを使わないことが大事だというような話をしたんですけれども、仕事の時にいかにカロリーを使わないで体を休めることができるかっていうことがバルカップにとってはとても大事になります。まあ、もちろんダイエットしたい時には体は逆に動かした方がいいんですけれども、バルカップしたい時には仕事中、通勤時なんかでもできるだけカロリーを使わないような生活が大事になってくるかと思います。だからといって仕事をサボるというわけにはいかないので、そのあたりはまあうまくやっていただければと思うんですけれども、まあ、最近はリモートワークがかなり進んできましたので、家でリモートでやっていくとそれほどまあカロリーを使わずバルクアップにいい仕事ができるんじゃないかなと思います。あとですね、結構多いのがアルコールですとか、はい、タバコとかの嗜好品なんですけれども、まあ、私はあまり飲まない。みんなでなんかワイワイやるときにはちょいちょい飲んだりはするんですけれども、それほどアルコールを飲みたいっていう欲求もないですし、タバコもまあ今まで生まれてから一本も吸ったことないぐらいですので、そのあたりのことがちょっと欲求のある人はどうしているのかがわからないんですけれども、竹田子さんはどうでしょう、アルコールとかタバコについては。タバコはもう生涯通して1回もないですね。多分プライベートでもほとんど周りも吸わない方が多い
ので吸わないんですけど、お酒は本当にこの半年間でほぼなくなったといいますか、1回だけ年末にちょっとあのイベントごとがあったので、そこで1回少し飲んだぐらいで、あとは飲まないですね。少しアルコールについてはこれまで何回かお話してますけれども、タンパク合成を低下させてしまうという問題がありますので、特にトレーニング後のアルコールは控えるようにした方がいいです。まあ、例えばトレーニングしない日に飲むとかだったらまだマシなんですけれども、トレーニングした後にまあちょっとみんなでガブガブ飲むとか、そういうのはできるだけ控えるようにした方がいいと。タバコの方なんですけれども、タバコのニコチンとあと一酸化炭素の問題があって、一酸化炭素の方でいろいろと、肺機能、酸素運搬機能、心肺機能が落ちてしまうということがありますから、まずタバコをできればニコチンパッチとかありますので、まあ、ニコチンパッチを貼ってニコチンは取り入れるけれども一酸化炭素は取り入れないというようにしていくと、だんだん肺の機能が戻っていってですね、トレーニング中のスタミナとかも回復してくるのではないかと思います。まあ、そのあたり、タバコをちょっと自分吸ったことがないので、なんでやめられないんだみたいな感じになってしまうんですけれどもまずは、ニコチンパッチとかを試していただければなと思います。それでは Q&A の方に移りたいと思います。筋肉をでかくするイコール筋力アップになりますか？これはですね、基本的にはその通りです。まあ、筋力というのは筋肉の断面積に比例するというまあ大原則がありまして、筋肉のまあ面積ですね、筋肉が大きければ大きいほど力も増えてくるというわけなんですけれども、でも例えばそういう細いのに力がある人とかいますよね。そういう人の場合は筋肉が骨にどのようについているかという違いがあります。例えばそうですね、じゃあちょっと肘を曲げていただいて、上腕二頭筋あります。上腕二頭筋が肘を曲げていくわけですけれども、二頭筋がですね、例えばこういう感じでついている場合と肘の方からついている場合、こういうふうについている場合考えますと、こういうふうについてるときってすごく効率悪いですよね。強い力を出さないと引っ張れません。でもこういうふうに二頭筋がついていると引っ張りやすいです。筋肉が関節から離れたところについていると強い力を発揮できるということになります。その代わりスピードは遅くなってしまいます。筋力と筋肉というのはそのような生まれつきの筋肉のついている場所でもかなり変わってきますので、細くても強い人、筋肉あるけれども弱い人というのが結構出てきます。あとは脳から筋肉の方に電気信号がインパルスというんですけれども、それが行くんですね。その頻度によっても力の発揮度合いが変わってきます。まあ、筋肉の大きさというのはあくまでも、まあ、原則として、筋肉が大きければ筋力も伸びてくるんですけれども、まあ、それだけではないというように捉えていただければと思います。はい、今日はバルクアップのために我慢したこと、その対策、そして筋力と筋肥大の関係についてお話しました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。そしていただいたご質問の中からピックアップしてお答えしますので、わからないことがありましたら気軽にコメントを入れていただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。